さらにですね、この本体の気になる穴があったと思いますが、これですね、ここ。はい。これちょっとよれますか。はい。これなんですけど、まあ、これまた保護フィルムがついてるな、あれなんですけど、ここにですね、こうやって充電池を、これ押しちゃう感じでいいのかな。そうですね。はい。カチャッと、おお、はい、埋まりました。で、こうすると今チャージのボタンがついてますけど、なんと本体でも充電できます。これはすごい便利なんじゃないですかね。で、これスッとやってスッと入れるという感じなので。で、あとですね、さらにさらにという感じなんですけど、うん、これ相当便利だね。ここマイクのここ分かりますか。ここになんと取れる、はい、ここにですね、なんと USB の端子があります。これとパソコンをつなげれば、これでもなんと充電ができるということです。はい。で、なんと、繰り返しの充電で、1万時間持つということです。約ですよ。約。はい。約1万時間持つ。乾電池にして2500本分ということで、もうおびただしい、本数が、賄えてしまうということになります。はい。で、これなんですけど、初めての人もいると思うんですけど、まあ、容量みたいなのを説明しますけど、これとこれがセットで売ってます、通常は。で、まあ、2本、3本、4本って使いたい人は、例えば、4本使いたい人は、これを4台買ってもらうということになります。で、普通のミキサーに、1チャンネル、2チャンネル、3チャンネル、4チャンネルで、まあ、キャノンケーブルなりね、挿してもらえば大丈夫ということになります。で、この GLXD なんですけど、グループ1かな、グループ1だと、4本までいけます。グループ1っていう設定ですね、これは。まあ、設定があるんですけど、この中でグループ1っていうやつだと4本までいける、4本同時にできると。でも4つ買わなきゃダメですよ。で、グループ2、グループ B ですか？ 2ですね。グループ2だと、5本までいけます。はい。で、グループ3だと、8本までいけるという感じです。まあ、8セット買わなきゃいけないんですけどね。はい。ただ、まあ、デジタルの帯域を使いますので、Wi-Fi とかとぶつかってしまうこともあるので、まあ、本番指導とかの前には、入念にリハーサルをやってください。8本とかになると帯域が細く、選択肢というか細くなってしまうので、導入は慎重にしていただきたいなという感じですね。なんで、まあ、8本使いたい人っていうのは、まあ、使うシチュエーションだったりだとか、あとは場所的なものだったりだとかを考えながら使ってもらわないといけないです。はい。まあ、一応オタレコで、まあ、それで検討したいなっていう人は、まあ、これまた一回相談をいただいた方がいいです。で、おすすめなのは、グループ2を使うバージョンですね。マイク5本までいきますけど、まあ、別に1本とか2本でも、グループ2を使ってもらっていいと思います。はい。ということです。で、音に関しては、これは SM5% ですね。SM58 っていう、はい。まあ、ライブハウスとかクラブとかでも超定番ですけど、SM5% のバージョンがあります。で、あとは、ベータですね。ベータ58っていうバージョンもあったりだとか、ベータ87っていうバージョンも、出てます。ので、好きなやつを、使ってください。で、SM5% に関しては、まあ、これは、もう、クラブだったり音楽業界の標準みたいな感じになってるんで、これだったらもう、まず間違いない。で、ベータ58に関しては、SM5% とかよりも指向性が狭いので、周りの雑音とか拾いにくいんで、ボーカルとかは結構、ベータ58もおすすめという感じですね。で、ベータ87に関しては、なんていうんですかね、結構、感度みたいなのが、とってもいいので、繊細なニュアンスとかを出したい人は、ベータの87ですね、を選ぶといいのかなと思いますけど、まあ普通にクラブだったりだとか、なんだろう、まあカフェだったり、そういう結婚式場だったりだとかっていう
いう人はまあ 5% でまあ問題ないのかなというふうに思います。はい、ということで、まあかなり、まあ、手話といえば、まあ、超王道な、マイクブランドなので、そこから出てる、ワイヤレスのマイクということで、しかもデジタルで、バッテリーの持ちも良くてということなんで、みんなが待ってた製品だと思いますので、よかったらお試しください。ではでは、ありがとうございました。